30A-1058 プラス 181JR 貨物 30A 型コンテナは日本貨物鉄道が脇5000系有害者を使用していた紙輸送の置き換え用として開発し1990年から製造された20フィート有害コンテナである初期のごく少数は扉を含めた全ての面にリブがあるが後の増備型では扉部のリブは省略されスッキリしている 両側側扉の二肩開きで、外のリスン法は高さ 2500mm、幅 2500mm、長さ 6058mm、自長3.3トン。内容積は30.3立方メートル、最大積載量は9トン。外観は当初は、同時期に誕生している 18D 型と同様の配色、デザインとされ、ブルーをベースに、 クリームの塗り分け、JR 貨物とロゴが入ったもので登場したが、後に量産が進むにつれ 19A 型と同様の、上部フロンティアレッドカブブラックで製造されたもの、続いて19バイト型と同様のフロンティアレッド1、色塗りで製造されたものへと変化し、同型式ながら塗装のバリエーションが多い。さらに一部は、スーパーアー,レールカーゴに合わせた試験のため、青1色塗りに、 JRF ロゴの塗装へ改められたものもある。これには初期型から最終期のレッド一式塗装であったものも含まれ、形式番号部分は塗り替えられていないため元の塗色の判別ができる。後に片側つま面、片側側面が開くに型開きタイプも製造され、30A-500 番台、30A-1000 番台が登場している。千二十一年一月五日、 現在、32個が使用されている。ありがとうございます。